We go. Okay. Go.北村さん、はい、トニー・スコットがこの間来ました時ね、はい、まあ、先に行ったのはクライネットの北村英二、英二は元気かということでね、非常に会いたがってたんですよ。ですから今日ここでいろいろ話していただくということはね、はい、トニーが後で聞いて非常に喜ぶと思うんですね。そうですね、はい、会えなかったのがとても残念でね、彼も残念だったんです。ちょうど暮れで忙しい時期にね、はい、見えたんでお会いできなかったんで、はい、本当に残念、会いたいなと思って、はい、僕は本当にトニー・スコットね、うん、とても尊敬してるんですよね。それでまたトニーがそうやって覚えててくれるということは嬉しいな、ありがたいなって思いますけどもね。エイジエイジって言ってましたからね。僕はトニー・スコットのやってるそのビーバップ系のクラリネットでビーバップを当時やってる人だったらバディ・デ・フランコとトニー・スコット2人だけだったんですよね。それでまあトニー・スコットにこうやって会うことができて、いろんなことを教えてもらえるかなと思ってたんですけども、トニーは教えるよりも一緒にやってそれからみんな勉強しろよって、そういうふうに。でもトニーから僕学んだことはね、自分に正直に、とにかく自分に正直にクラリネットを吹け、楽器はクラリネットだろうとトランペットだろうと何でもいい、とにかく自分がやりたいと思ったことを全面的に出してやれという、それがまず一番大きな要素でしたね。もうねパワフルでね、自分を全面にさらけ出す、もう臆することないんですね。こう思ったら周りが何だろうと、自分の表現は言いたいことはクラリネットという楽器を通じて全部出してしまう、そういう人ですよね。Like a prophet to me, like people speak about Buddha and people speak about Jesus Christ. Charlie Parker was, and speak about Bach and speak about Einstein, and Charlie Parker was that for me. He was everything, Buddha, Einstein, he was everything, Jesus Christ, he was my prophet. 今回日本にトニー・スコットが見えて、それでお経と一緒にやるというとても興味津々で僕はね期待してたんです。どこにそんなに興味を持たれたのかなと思ったら、要するにその内面的なことなのかなと思うんですよ。仏様というのがあって、まあ、そういう仏教とかそういうもの、それによって自分の内面的なもの、それによって自分の表現をより高めようという、クラリネットのソロでそのお経の伴奏をしてしまおうというトニー・スコットのこの不安と期待でね、もうちょっとドキドキハラハラするような気持ちですよね。
称名だとか、それからお説教なんかがありますけれども、お説教は昔はお説教の中に節があったんですね。それが変化して、みんながそれを真似ていくことによって、次第に民衆の中に溶け込んでいって、民衆の音楽というふうに変化してきました。特に今回やる正信家和讃の和讃の部分、これは当時の俗謡を使ってますけれども、この俗謡が本当の意味で民衆の中に入っていって、そしてそれが変化した形で、例えば演歌ですとかそういうものに変化していったわけですから、そういう意味では今の音楽の原点のような部分の意味合いがありますですね。You see this line, yeah. Everybody, chorus. Everybody, chorus. Yeah. Solo, chorus. Yeah. Second mode. Second mode には譜面があるよ。This melody. Nice in Japanese. Nendo dokumyo.無性意知恵の巧妙はかりなし不良の所奏、yeah. Same melody. And first mode and second mode.知恵の巧妙、それから絶世間の名も阿弥陀半部名も阿弥陀半部世間も and third も third も名も阿弥陀半部南無阿弥陀南無Chinese style. Chinese style. Music note. Yeah. Music note. The accent down, up. Up and down, and a little music. ガニシクドク領土制裁のうほつぼ大神お嬢あんらほDing, three times. Ding, 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 ding. And a co, ding, ding, ding. Last. This epilogue melody. Well done. Thank you.ちょっと小さいか。うん、それ貸して。おっさん、Big my God。これで、Take some video。Okay? Yes。なんか。じゃあこれでいこうか。
Good? Yeah. Mm, good, good. Light melody. Ah. Light melody. Yeah. Praise. How? Minor. Minor. What is it? D? Is it D? This is D? Mm, D. Is this part? This part? To do what? English? A. Oh. English A. Yes. That's A. Namo Amida Ambu. Namo Amida Ambu. Namo Amida. Good. Good. Here, go. How do we find that note? When you tell me to play that note, you must say something, you must make some motion to me. なんかサイズしてください。Oh. サイズを送ってください。 When? Okay. Good. When go, Tony! <笑><笑>我々が今回やろうとしている昇進下和さんという照明は、どちらかというと五音音階とは違う。 ちゃんとした正規の西洋音楽の方にまだ近い音楽ですね。それをトニー・スコットの方はやはり
癖なのかしら、あの五音音階で吹こうとしている、そして五音音階の方がよりあの日本的な音なのだというふうに誤解をしているところが少しあります。それがあの彼に、まあ、伝わったのかどうか、それがちょっと少しまだ不安な気はします。ただあの目指しているもの音楽自身はあのヒーリングだとかあの心 の, あのスピリチュアルな部分をこう吐き出そうという音楽ですから、きっとあの、まあ、本番の時には、ね、あの僕らが考えているような音楽になってくれるんだろうというふうに考えてはいますけれども、まあやってみなければわからないし、あの彼が本当に歌えたらあの僕らはもうずっといつもやってることをやってるだけなんで、彼が上手に歌えてくれればいいかなというふうに考えてますね。おばあちゃんよかったね。吹ける曲かな。おばあちゃんよかったね。トニー・スコットはね、もう本当にクラリネットという楽器の限界を追求しているというか、その限界以上のことをやりたい。ボリュームもですね、さることながら音域もですね、人が出せないような高い音を平気で使うんですよね。それでね、限界をはるか超えたことを自分でやってのけてしまうから、人にもこれをやれこれをやれって教えたいんですよね。でもね、トニー・スコットね、自分でできちゃうからなんでしょうけども、もう苦労して苦労してやった人はそれを人に勧めないと思うんですよ。あの人のパワーとあの人の力量だったらできてしまうから、誰にでもそれをやれよやれよって言ってやるんですけども、でもあの腹式呼吸、あれは見事ですよね。ドレミファソラシそれは無理。Second part? D.
Yeah, first part D. 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 Second part A. A. Italian A. Yeah. First part is A B E. Okay. That's the beginning. And then the part later is D. D. Yeah. And we stay in that scale. First time, slowly and quietly. Yes. And then first time, yes. Slowly, slowly, oh, yeah. Big くなって. And then you say. とにかく頑張りましょう。瀬川さん本当にうまくいくのかな。Thank you.
う照明を聞いてるとこれはメジャーなんですね。メジャーでそれで大ユニゾンで大勢の人が照明を唱えてる、そこに自分のこの今までマイナーの五音階の中から音をどうやって探していこうか、こう一生懸命それを模索してるんだ。それと模索してる自分と、それからもう一つそのお経を聞いて自分で半分酔いながらそこにどうやってサポートしてか行こうかっていう、その二つのトニーがねそこにいますよね。一生懸命模索してる、模索しながらなんか仏様の仏様にすがりながら音を模索していってるな。すごい一生懸命ですよこのトニーは。Oh.
しい。